フォレスト J アカーマン。フォレスト J アカーマン。フォレスト J アカーマン1916年11月24日から2008年12月4日は、アメリカ人の SF、ホラー関連の編集者、判券代理人、作家。また、SF、ホラーに関連する本、英語圏外も含む、映画グッズなどの膨大な数のコレクターであり、彼の住居は、 アッカーマンションと呼ばれる個人ミュージアムとなっていた。アッカーマンはまた、アメリカの SF ファンダムの初期から長年にわたって、活動した SF ファンとしても、非常に有名であり、ホーリー、フォアリー、4E、フォーレスト J、4SJ、ミスター SF などという愛称でも呼ばれた。日本の SF 関係者とも交流が深く、矢野トールとの交流の深さは、伝説的である。また、 後には、ワールドコン常連となった、芝野匠の親友となったが、あまり酒を飲めない、芝野本人は、自分は、下戸ではなく量が飲めないだけと主張していた芝野に気を、使って、柴野の前では全く飲酒せず、柴野は死ぬまでアッカーマンをアルコールアレルギーだと思い込んでいた。しかし、ワールドコンのジャパンパーティーでは、柴野の前以外では、日本酒を愛飲していた。この機微に関しては、 宇宙人メンバーでワールドコンにも参加していた者たちの証言がほぼ一致しているが、これを文献的に残したものはないようである。1953年には9号賞のナンバー1ファンパーソナリティ部門を受賞した。言葉遊びが好きで、新語も数々生み出しており、サイエンスフィクションの略称として SCI-FI、SI-FI SC を提唱した。スティーブン・キングラが愛好した。 ホラー映画専門雑誌、フェイマスモンスターズ・オブ・フィルムランドの編集者としても知られている。また、アッカーマン自身、SF 小説も発表している。多くの SF 映画、テレビに、仮面を出演し、また脚本担当や、プロデューサーも務めていた。ラスメイヤーへのリスペクト映画である、ダブル・ディ・アベンジャーにもゲスト出演している。映画ブレードランナーに登場した。 ロサンゼルスの有名な建物、ブラッドベリービルを設計したジョージ・エイチ・ワイマンは祖父。また、SF 界でも有名なエスペラント支持者だった。1916年11月24日、ロサンゼルスでホーリスト、ジェームズ・アッカーマンとして生まれる。ただし本人は1930年代からミドルネームをピリオドなしの J で表しいる。父はニューヨーク出身、母は おはよう出身で、母の方が父より7歳年上だった。カリフォルニア大学バークレー校に約1年、1934年から1935年、だけ通い、英社技師として働き、1942年8月15日から3年間、アメリカ陸軍に勤務した。教師で翻訳家のエンデイ・ウォーマンと結婚し、死別するまで添い遂げている。アッカーマンは、 国際補助後のエスペラントを流暢に話し、かつて俳優のレオジー・キャロルと腕を組み、ハリウッド・大通りを歩きながら、エスペラントの歌、ラ・エスペールを歌ったことがあると。1922年に映画ワン・グロリアス・デイに出会って、衝撃を受け、1926年に初めて SF 雑誌アメージング・ストーリーズを買い、1930年にはザ・ボーイズ。 サイオンティファケーションクラブを結成したボーイズとアルは当時女性 SF ファンはユニコーンの角よりも珍しかったため1932年には世界初と言われている SF ファン人に関わり後にスーパーマンで名声を勝ち取ることになるシーゲルと社数が創刊したファン人サイエンスフィクションにも関わったアッカーマンの名はサイエンスフィクション第3号に掲載されたの中に リポーターとして登場している。彼は、ロサンゼルスサイエンスファンタジー協会の初期会員の一人でもあり、数十年にわたって同協会で活発に活動した。1939年には、第1回ワールドコンに参加し、世界初のコスプレ、アッカーマンは、フューチャースティコスムと名付け倒した王子二2回を除いて、アッカーマンは生涯すべてのワールドコンに参加している。 アッカーマンは、ロサンゼルスの繁華街のカフェテリアで毎週集まっていた、サイエンスフィクションリーグのロサンゼルス支部の集会に、レイ・ブラッドベリを連れて行った。なお、この集まりが後に、ロサンゼルスサイエンスファンタジー協会となった。そこによく来ていた作家としては、ロバート・エイ・ハインライン、フレドリック・ブラウン、ヘンリー・カットナー、リー・ブラケット、ジャック・ウィリアムスンらがいる。ブラッドベリは、 友人の例ハリーハウゼンを伴って参加していた。1939年、ブラッドベリーはアッカーマンから90ドルの資金援助を受け、フツリア・ファンタジアというファン陣を立ち上げている。アッカーマンは SF 映画、ファンタジー映画、ホラー映画などに、ゆかりのある品々を多数収集したコレクションを所有し、2002年まで、それらをサン・オブ・アッカーマンションと名付けた18部屋もある。 宅券博物館に収めていた元々のアッカーマンションは1950年代から1970年代まで住んでいた家で現存しない。この二代目アッカーマンションには30万冊の本と1951年から2002年で収集した様々な映画と SF 関連の品があった。アッカーマンはここで5万人ものファンを歓待し、ある夜などは186人のファンとプロの作家。 さらには、宇宙飛行士、エドウィン・オルドリンまで訪れことがある。アッカーマンは、シアトルのの役員でもあり、今ではそのコレクションの多くはそちらで展示している。彼は20世紀前半の SF 作家の多くと知り合いだった。半券代理人として200人の作家の代理人を務めていた。また、作家の死後も代理人を続け、 アンソロジーなどに作品が掲載される場合の業務を追っていた。作家ではないが、エドウッドの代理人も務めた。アッカーマンは同時代の若い作家の育成にも寄与しており、例えばレイ・ブラッドベリ、レイ・ハリー・ハウゼン、マリオン・ジマー・ブラッドリー、エルロン・ハワードなどが彼の世話になっている。作家としてのアッカーマンは50の小説を商業誌で発表している。 A.E. バンボークと、マリオン・ジマー・ブラッドリー、ドナルド・ A. オルハイム、C.L. ムーアといった作家との合作もあるし、世界一短い一文字だけの短編小説という作品もある。その作品は6カ国語に翻訳されている。コミックのセクシーなキャラクター版ピレラの名付け親でもあり、そのコミックの原作も手掛けている。彼はまたローレ・ジーン・アーメンというペンネームでという雑誌に、 レズビアン小説を書いたことがある。また、レズビアン人権団体の初期の広報活動を助けた。ドブのパーティーでは、名誉レズビアンと呼ばれた。1958年から1983年まで、フェイマス・モンスターズ・オブ・フィルムランドという雑誌を発行し、SF 映画、ファンタジー映画、ホラー映画の歴史を若い世代の読者に紹介した。 多くの映画雑誌がスターを中心に扱っていたのに、対してアッカーマンは映画制作の現場で活躍するアーティストに注目した。そうしてアッカーマンは後のアーティストに大きな影響を与えた。例えば、ピーター・ジャクソン、スティーブン・スピルバーグ、ティム・バートン、スティーブン・キング、ビリー・ボブ・ソーントン、ジーン・シモンズ、キッス、リック・ベーカー、ジョージ・ルーカス、 ダニー・エルフマン、フランク・ダラボン、ジョン・ランディス、さらには無数の作家、監督、アーティスト、職人がこの雑誌に影響を受けた。彼は世界中の映画雑誌にも寄稿していた。例えばアルゼンチンの雑誌、LA 講座、シニー・フォント・スティーコには4年間コラムを連載していた。1960年代、アッカーマンはドイツの SF シリーズ、宇宙英雄、 ペリー・ローダンシリーズの英語訳をアメリカで出版することを企画した。史上最も長い小説シリーズである。1967年から1977年までエースブックスで出版された。アッカーマンの妻はドイツ語も堪能で、ほとんどの翻訳を行った。アメリカ版の同シリーズは不定期に、月1冊から月4冊まで出版された。 あとにエースブックスの経営方針が変わったため、ペリー・ローダンはドイツ版の126話までで打ち切られた2話を1話にしものや飛ばしたエピソードがあるため、実際のアメリカ版の話数は118だった。あとにアッカーマンはドイツ版の127話から145話までを出版した。ちなみにドイツでは同シリーズは2007年に2400話を超え、今も続いている。 SFBQ 映画をこよなく愛したアッカーマンは、ハウリングやイノセントブラッドなどモンスター映画や SF 映画の早くを含めれば210以上の映画に仮名を出演している。マイケル・ジャクソンのスリラーのミュージックビデオにも仮名を出演している。小説にも登場人物としてアッカーマンが出てくるものがいくつかある。デイビッド・マクダニエルの0011ナポレオンソロモノの一作。 ナポレオンソロ8、ソロ対吸血鬼やフィリップ・ホフ・ファーマーの陰獣のあやか支援には実名で登場している。ダリー・ニーブンとジェリー・パーネルの合作、天使墜落では、アッカーマンとアッカーマンションをモデルにした人物といえが登場す。SF 界をテーマにした2006年のドキュメンタリー映画ファインディング・ザ・フューチャーには、アッカーマンが出演しており、様々なことを語っている。 2007年のドキュメンタリー映画フェーマスモンスターフォレスト・ジェイ・アッカーマンはアッカーマンを対象にしたものだがイギリスでしか放映、DVD 販売されていない。1953年 SF 雑誌の当初欄で知り合った矢野トールをアメリカに招待し半年間自宅に滞在させた。矢野はこの間に第11回ワールドコンフィルコン2に参加し多くの編集者 作家の地遇を得た。1977年5月、日本 SF 作家クラブは SF 導人雑誌、宇宙人、発刊20周年式典に、アッカーマン夫妻を日本に招待した。アッカーマンは、100歳まで生きて、SF 界のジョージ・バーンズになると言っていた。しかし健康が衰え、2008年3月19日が、マイスプリースへの最後のログインとなった。 友人やファンたちはメールで激励のメッセージを送った。同年11月6日頃から早まった訃報が何回か伝えられた。ジョン・ランディスは後に彼はかなり病状が悪化していたがバラク・オバマに投票するまでは死ねないと語りその通りに投票したと語っている。彼は2008年12月4日に亡くなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。